放送席、そして会場の皆さん、優勝インタビューです。去年に続いて連覇を達成されました戸上隼輔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この拍手を聞いて今どんな思いでしょう？そうですね、すごい、嬉しい一言です。連覇は自分しかチャンスがないという言葉が今大会も聞かれました。その中で連覇を達成、改めてこの思いどうでしょう？そうですね、本当に大会入る前は優勝できる確率というか、自分の中で自信はあんまなかったんですけど、本当にアジア選手権の選考会、世界選手権の選考会であんまりいい結果が出なかったので、非常に不安の中2週間を過ごしたんですけど、でも本当にこうやって優勝できて嬉しいです。男子のシングルスの連覇で言いますと、2014年から17年にかけての水谷隼さんの4連覇、それ以来の連覇になりますが、この点はいかがですか？そうですね、嬉しいですけど、あんまりこう連覇っていうのはあんま意識してないので、とにかく日本一になりたいっていうのをずっと心がけて練習してきました。今日は序盤から張本選手のフォア側をこう徹底的についていく、そういうショットが見られましたけれども、あそこはどの狙いだったんでしょう？そうですね、本当に最近フォアの練習をすごくやってきて、フォア対フォアの自信もあったので、とにかくバック対バックよりフォア対フォアの戦術を取ろうと思って戦いました。第3ゲームですね、大接戦、デュースからゲームポイント4回しのぎました。場面振り返ってどうでしたか？そうですね、このゲームが必ずこの勝負の鍵になると思ってたので、もう死ぬ気でこのゲーム取って次につなげたいなと思いながら死ぬ気で頑張りました。それにしても極限状況であれだけ攻撃的にいける、これはどんなところから来る力なんでしょうか？そうですね、なんていうんですかね、もう本当に、なんやろ、もう、自信、根拠のない自信をずっと持って戦いました。そうですか。今大会の会見などではパリに行くためにこの全日本を必ず取って次に進みたいという話がありました。改めてこの全日本のタイトルの意味合いはいかがですか？そうですね、本当にパリオリンピックを意識したときに全日本を取っている選手が非常に多いので、こうやって今回2連覇達成することができて、本当に世界を次見据えて今後調整していきたいなって思ってます。去年の優勝インタビューでは日本を僕が背負っていくんだと、そういう話も聞かれました。最後に全国の卓球ファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、皆さん元気ですか？すいません、僕プロレスが大好きで、どうしてもこう優勝して皆さんにこのフレーズを言いたかったのですいません、本当に、もうなんていうんですかね、本当にもう感謝しかなくて、どんな時でも支えてくださるファンの方々だったり、本当に優しい方々が卓球ファンに多くて、本当に卓球やっていてよかったなって心から思ってます。本当に応援ありがとうございました。これからもぜひ戸上さんのプレーで元気を届けてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。連覇達成しました戸上選手でした。